もう最高の作り方です。あのお店ではここまでやるかどうかって難しい。まずねグラスなんですけど、冷蔵庫で冷やすのはあまりお勧めしないです。冷蔵庫で冷やすと水滴つきますよね。冷蔵庫の中の食べ物と水蒸気が混ざった水滴なわけですよ。ただ本当は一番最初冷やしたいんで、何をするかっていうと、もう最初に氷を入れます。まずあのこれでねグラスを冷やしてあげてもいいです。あの究極に作るんであるんですよ。ウイスキーはあのどっから入れてもいいです。で普通だったらここで多分ジャバジャバってソーダ入れると思うんですよ。ここが一番ねあの肝です。ここでもう一回回します。なんでかっていうと、アルコールと他のものが混ざると希釈熱っていってものすごい熱が出るんですね。だから今のところにソーダ入れちゃうと一気に温度が上がって炭酸が溶くのと氷が溶けちゃう。なんでこの状態で氷とグラスとウイスキーを同じ温度にして、どんぐらい回せばいいか、だんだんね楽しくなってくる。回してる、楽しくなってます。でここでソーダを入れちゃうとまだここで氷が少ないんで、ここで氷を入れます。ここ1個、当然ソーダも氷の上からかけるんじゃなく、なるべく炭酸が止まらないように、ゆっくりでね。でアルコールの比重っていうのは軽いんで、これもほとんど混ざってます。でここでガシャガシャガシャって混ぜると、もうアルコール炭酸が飛んじゃうんで、ここはもう本当に縦に抜くぐらい、こんぐらいちょっと飲んでみますね。うまっ以上、業界のハイボールの作り方